昔ながらのやり方で火を起こすんだ。こうやって2本の枝をこすり合わせる。ダディピッグは2本の枝をこすり合わせて火を起こそうとしています。まだつかないの？もうちょっとだよ。ついた。簡単だな。それじゃあトマトスープを温めましょう。ああ、ほら自然の音が聞こえるよ。これ何の音？これはコオロギが鳴いている音だよ。今の何？今のはフクロウよ。ほら、あそこにいる。うわー、じゃあ今のは何の音？そう、マミもわからない。ダディのお腹の音だ。これこそ最高の自然の音だよ。この音が鳴ったらご飯の時間ってこと。トマトスープ大好き。ダディもだよ。それもダディにとっては最高の自然の音ね。え、何？さあ、二人ともテントに入って寝る時間よ。でもみんなは入れない。テントが小さすぎるもん。大丈夫だよ。入ってごらん。マミ、もうちょっと詰めて。ダディ、大きすぎて入れないよ。大丈夫、ダディは外で寝るよ。おやすみなさい、ダディ。おやすみなさい。おやすみ。ああ、みんなおやすみ。マミーとペッパとジョージはテントの中で眠り、ダディは星の下で眠りました。ああ、キャンプは最高だ。輝く星を見ながら外で眠れるなんて。やっぱり外で寝るのは良くないかもな。メガネを見つけてあげればダディのイライラも収まるし。イライラなんかしてないぞ。ペッパとジョージがダディのメガネを探します。新聞の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージがテレビの上を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。ない。きっと2階だよ。ダディたちのお部屋。マミーとダディのお部屋にやってきました。ジョージ、物を倒したりしないようにね。うわ。面白くないでしょ。枕の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージはスリッパの中を覗いてみますが、やっぱりメガネはありません。バスルームへ行ってみようよ。ペッパとジョージはバスルームへ。メガネはバスタブの中にも、ない。トイレの中にもありません。あれ？見つからないね。ダディピックのメガネを見つけることはできませんでした。お部屋中探したけど、どこにもメガネはなかったよ。困ったわね。どうしましょう。メガネなしで動けるようにするしかないな。ゆっくり歩けばぶつからないだろう。ここにあった、ダディのメガネ。ダディピック、あなたのお尻の下にあったのね。秘密だよ。ジョージが当てようとしたけど当てられなかったの。当ててみてもいい？いいよ。ダディのメガネじゃないよな。違うよ。メガネはダディがかけているじゃない。ああ、そうか。ダディったら、もっとちゃんと当てっこして。わかったよ。マミーの靴を入れたのかな。外れ。2回間違えてから大割り。ペッパは秘密が大好き。マミー、誰も中身を当てられなかったよ。あれ、ジョージ、それ何？ジョージにも作ってあげたの。秘密のものを入れたのよ。中身はジョージしか知らないの。そう。
ペッパはジョージの箱の中身が知りたくなりました。わかった、どうせ思ったのダイナソーでしょ。違う、箱の中身はダイナソーではありません。こんなの難しすぎる、わかるわけないよ。ペッパは秘密が好きではなくなったようです。ペッパ、あなたが箱の中を見せてあげればジョージも見せてくれるんじゃない？わかった、一緒に見せ合うんならいいよ。それはいい考えだね。じゃあ1、2の3で箱の蓋を開けるんだよ。いい？いいよ。1、2、3。ジョージは太鼓、ペッパはトランペットでした。まあ素敵ね。いいね、なかなかうまいぞ。他にはもう秘密はない？ジョージの箱にはドーナツが。あれ？ペッパの箱は空っぽです。もう何にもない。大丈夫、あるわよ。さあどうぞ。ジョージもペッパもマミーもダディもドーナツが大好き。ダディには箱がないけど、このドーナツをしまうのにぴったりの場所があるんだ。どこだかわかる？できたわよ、スージー。これでトラさんそっくり。ありがとう、ミシラビット。ねえ。うわぁ、スージー、そのお顔いいね。それって、子猫ちゃん？違う、私はトラよ。ねえ。ペッパ、あなたもフェイスペイントしたい？お願いします。ね、ゾウさんがいいな。困ったわね、ゾウさんは描けないの。トラなら描けるわよ。それじゃあ、トラさんがいい。はい、ペッパ、トラさんになったわよ。私はトラよ。ジョージ、あなたは何になりたい？ダイナソーか。ダイナソー？トラさんがいいんじゃない？トラなら上手よ。私はトラよ。僕だって。ミャオ。トラはワンワンって言わないよ。なんでわかるの？だってトラは大きな猫だもん。ミャオ。私も猫だからね。キャンディ、トラのこともっと教えてくれない？いいよ。トラってね、ゆっくり静かに歩くので、それからチャン、グーオワーゴー。あとね、顔を舐めてきれいにするんだよ。それとトラってご機嫌だと喉が鳴るの。楽しんでる？あらま、みんなトラさんなのね。私がみんなにトラのことを教えてるの。ガオー。トラさんたち、次は何するの？ダイナソー。そうだな、ダイナソーの風船を探しに行こうか。みんなに買ってあげるわね。やったどうもマダムガゼル、みんなに風船をいただけます？いらっしゃい。いろいろあるけど、どれがいい？ゾウさんの風船をお願いします。はい、どうぞ、ペッパ。すると、ダディのコート。こんにちは、ダディピッグ。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。ダディピッグ、靴はどうしちゃったの？私も靴を履かなくちゃ。それからお化粧もしないとね、マミーみたいに。マミーのメイクボックスを見つけました。あった。パウダーをパタパタ。素敵、口紅も塗りましょう。とってもきれいよ、マミーピッグ。さあ、ダディピッグ、お仕事に行く時間よ。マミーはコンピューターでお仕事中です。あらま、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ、挨拶しただけよ。私、ペッパじゃないもん。
私はマミーピッグ。そうね、そうだった。どうもマミーピッグ。こんにちは。こっちはダディピッグよ。ジョージ。あら、こんにちはダディピッグ。ちょっと失礼。私仕事があるの。もしもし。そうよ。あれとこれお願いね。違うわ。ありがとう。さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でもジョージはちょっと退屈そう。ペッパ、ジョージ、起きてるの？あらま、驚いた。もう寝てたのね。そうか、それならさっきの音はペッパとジョージじゃなかったようだな。何の音もしないわね。今度こそ本当に眠ったんじゃないのか。さあテレビでも見るとしよう。ガーデニングアワー、今日はバラについて特集します。おお、私の好きなガーデニング番組だ。このキフツゲートは特にトゲの多いバラです。剪定するときはまず花首をカットしてから伸びてきた新しい枝を切り落とします。グランマピック、ペッパ、ジョージ、もう寝てなきゃいけない時間でしょ。ジョージも私も眠くないの。一緒にテレビ見てもいい？そうね、少しテレビを見ていたら眠くなるかもしれないわね。やったアイスランディックローズは目利きの園芸家たちに好まれる通好みのバラですが、温暖な気候ではしおれてしまいます。このテレビ全然面白くない。グランパピック、ねえねえ、あれやって。私を放り投げてキャッチするの。ああ、いいぞ。だが一回ずつだけだぞ。そうね。いや、ずいぶんと重くなったもんだ。いや、次はジョージの番だ。そうね。次は私。それ。もっと高く。わあ。グランパピッグ疲れちゃったみたいよ。わかった。じゃあグランマピッグ鬼ごっこしよう。ああ。はい、鬼。捕まえてごらん。捕まえないよ。ダイナソー。は、怖い怖い、ダイナソーだ。ペッパは鏡を見つめています。鏡よ鏡よ鏡さん、一番美しいのは誰？あなたよペッパ。にゃお。こんにちはペッパ。こんにちは、私は妖精のプリンセスよ。私は魔女よ。にゃお。私魔法の杖を持ってるの。私も魔法の杖を持ってる。あなたをカエルに変えちゃうよ。私があなたをカエルに変えちゃうの。ダイナソー。おやおや、ジョージは自分の姿に驚いたようです。もうジョージったら、鏡に自分が映っただけよ。ガオ。それじゃみんな、今日は誰の仮装が一番良かったか決めるわよ。審査員は誰かな？私は。今日はペッパのパーティーだから審査員はペッパにやってもらおう。やった、私が審査員。ダディ、審査員って何？誰の仮装が一番良かったか決める人だよ。わあ、すごい。ペッパは誰が一番良かったか考えます。スージー、あなたの格好もっとよく見せて。ねえ。私は看護師のスージー、みんなの病気を治すの。とっても素敵よスージー。次はダニー。僕は海賊、こりゃあたまげた。次はキャンディ。ミャオ。私は魔女、あなたをカエルに変えちゃうわよ。私は妖精のプリンセス、あなたをカエルに変えちゃうよ。ほらよしなさい。ごめんなさいマミ。次は誰？僕はピエロ。面白いピエロ。次はレベッカ。私は人参。かわいいね。それから弟のジョージ、怖いダイナソーなんだよね。
ダニーのおじいちゃん、直してもらえますか？ああ、だけど今日一日かかりそうだ。みんなでドライブに行こうと思ってたのに。大丈夫、治るまでこの新しい車を貸すよ。ありがとう、助かります。屋根は下ろしていいかな？お願いします。下ろすときはこの赤いボタンを押すだけだ。なんてすごい車でしょう。うわ、戻ってくるまでにはちゃんと直しといてあげるよ。ありがとう、ダニーのおじいちゃん。行ってきます。行ってきます。バイバイ。行っといで。ペッパたちは新しい車が気に入りました。この車たくさんボタンがついてるぞ。ねえダディ、緑色のボタンは何？押してみよう。すごい、魔法の窓だ。ダディ、今度は魔法の窓を避けてみて。青いボタンを押したらどうなるの？どうだろうな、押してみよう。新しい車は楽しい。これもらえるの？いいえ、そういうわけにはいかないのよ。これは今日一日借りただけ。そっか。大変、雨が降り出しそうね。そうだね、屋根を上げないと。さてと、屋根を上げるのはこれだったかな。おっと、これじゃなかったか。そうそう、確かこのボタンだ。さあ、ダディはびしょ濡れになりました。ダディって、そのボタンじゃないよ。じゃあこっちだ。違った、これじゃない、これかな。助けてくれ。ダディピックはどれが屋根のボタンか忘れてしまったようです。この車に嫌われちゃったかな。本当にこっちでいいのかい？任せといて。アヒルさん、こんにちは。私たち近道してるの。ここで大通りに戻れるの。すごいじゃないか、マミーピック。でもまたダニーの車の後ろに来ちゃったよ。どうも。いや、おかえり。なんてこと、マミーピッグの近道はうまくいかなかったようです。さあ、ランチができたわ。そして一番大事なジャガイモも全部おいしく焼き上がったぞ。ランチは完成。でもペッパたちがまだ来ていません。もしもし、どちら様？すぐ近くまでは来たんだけど、でもまだ道が混んでてカタツムリみたいなんだ。ものすごくゆっくりなカタツムリ。近くまでは来てるんだが、まだ渋滞してるらしい。かわいそうに、せっかくの料理が冷めちゃうわ。わしにいい考えがある。ちょっと手押し車を取ってくる。一体何をするつもりでしょう。さあグランマ、急いでランチをこの手押し車の中に入れてくれ。了解です、キャプテンピッグ。みんながランチを食べに来られないんなら、こっちから届けに行けばいいんだよ。見て、グランマとグランパよ。手押し車でランチを運んできてくれたのね。おい、みんな、さあランチの到着だ。たくさんあるかな。ダニーとダニーのおじいちゃんにも分けてあげたいの。たっぷりあるからみんなで食べましょう。はい、じゃがいもだ。じゃがいもをたくさん取ってきてくれたグランパのおかげね。じゃがいもはいくらあっても困らないって言っただろ。わっ、あもうどうしてこうなっちゃうの。私、アイススケートなんてやりたくない。いいんだよ、ペッパー。アイススケートをすれば誰だって転ぶんだ。もちろんダディだってね。見ててごらん。おっとっと、ほっほー、ダディったら。ジョージ、あなたも滑ってみたい？やだ。スケートをしたことがないジョージはちょっと怖いようです。ジョージはダディが見てるから、ペッパーにスケートを教えてやって。スケートは簡単よ、ペッパ。ただ足を押して、あとは滑るだけ。押して押して滑るね。
押して、滑る。押して、押して、滑る。なんだ、簡単ね。もう一人でできるよ、マミー。押して、押して、滑る。押して、押して、滑る。うまいぞ、ペッパー。見て見て、私スケートしてる。ペッパはスケートがうまいな。でしょ、教え方がうまいからよ。もっとゆっくりよ、ペッパ。他の人にぶつかっちゃう。大丈夫よ、マミ。私スケートがうまいんだから。あ、どうやって止まるの？大変、止まり方を教えるの忘れてたわ。おう。うわー、止まれないよ、危ない。うわマミに滑り方を教わって、ダディに転び方を教わったもんな。そうよ、私転ぶのとってもうまいのねえジョージ、ジョージもスケートやってみる？やだ。やろうよジョージ、楽しいよ、教えてあげる。えへん、いい？始めはね。わーい、ジョージ戻って、滑り方を教えてあげてるんだから。これはびっくり、ジョージが上手に滑っています。うわー、うまいねジョージ。ワンワン、それってダイナソー？これおもちゃのダイナソーだよ。ガオー、ダイナソー、それ最高だね。ワンワン、ダイナソー、ガオー。ダイナソー、ガオー。あら、怖いわねジョージ、最高だね。ジョージは私の弟、ほんと最高なの。ペッパは弟のジョージが自慢ですでは、ジョージにお絵かきの仕方を教えてあげましょう。ジョージはお絵かきが苦手なの。じゃあペッパが手伝ってあげてね。はい、私上手にできる。お花の描き方を教えてあげるわね。ジョージ、今日はお花の絵の描き方を教えてあげるね。じゃあ大きな丸を描いて。違うよジョージ、その色じゃないでしょ。その周りに花びらを描くの。ジョージ、形が違うでしょ。で、茎と葉っぱをつけるの。完璧。ジョージ、全然違うじゃない。何を描いたのかしら？私はお花を描いたの。上手に描けたわね、ペッパ。そしてジョージが描いたのはダイナソーね。ガオー、ダイナソー最高だね。それじゃあこのジョージとペッパの絵を壁に飾りましょうね。イエーイペッパ、あなたの弟はとっても絵が上手なのね。そうなんだ。なくてもちゃんと乗れるかい？乗れる。わかったよ。じゃあ早速外そう。ダディピックはペッパの自転車から補助輪を外しました。ペッパ、本当に補助輪がなくて大丈夫？平気。外して乗ったことないのに。平気だってば、きっと乗れるよ。うわ面白くないでしょ。補助輪なしで乗るのは簡単ではありません。手伝ってあげようか。うん、お願いダディ。よし、位置について、よーい、ドーン。手を離さないでね。大丈夫、離さないよ。いいわよペッパ、その調子。押さえててねそのまま来いで。ペッパは補助輪なしで自転車に乗れています。ダディったら手を離したのねさっきからずっと一人で乗ってたんだぞ。本当に？
とっても上手に乗れてたわよ。そうなの？うわ、ちゃんと乗れてる。ねえ見て、すごい。補助輪なしで自転車に乗れてる。ダニー、スージー、レベッカ、見て、補助輪なしでも乗れるようになったよ。ほらね、やったね。あのカボチャまで競争よ。わーい、ペッパー、カボチャにぶつかるなよ。私の勝ちだね。ペッパーは前を見ていません。おやおや、ペッパはダディピックのカボチャを割ってしまいました。カボチャを割っちゃってごめんなさい、ダディ。カボチャのことより、ペッパが怪我しなくてよかったよ。これはいい感じです。ペッパは太鼓が気に入りました。あら、うまいじゃない。ああ、リズムよく叩けてる。これはダディピックのアコーディオンね。マミーピッグと初めて会った時、これを弾いてたよね。ダディピッグ、よく覚えてるわ。ジョージもアコーディオンを弾きたいようです。本当に弾きたいの？アコーディオンは難しいんだぞ。ジョージ、アクローディオンって私の太鼓と同じくらい難しいんだよ。わかったよ、ジョージ。ジョージにはまだアコーディオンは無理のようです。ダディ、他にはどんな楽器が入ってるの？あとはホルンだ。やってみたい。力いっぱい吹いてごらん。綺麗な音が出ません。こんなの絶対無理だよ。昔はマミーも吹けたんだけど。やっぱり綺麗な音が出ません。ホルンはダディみたいに強くないと吹けないんだよ。ちっとも綺麗な音が出ません。ペッパの言う通りだ。このホルンを吹くのは無理だ。いいのよ、ダディピッグ。アコーディオンを弾いて。アコーディオンは上手だもの。自分で言うのもなんだけど、アコーディオンなら自信あるよ。マミーはバイオリンを弾くわね。じゃあ私は太鼓。マミーピックはバイオリン、ダディピックはアコーディオン、そしてペッパは太鼓。チョウチョって本当に可愛い。私チョウチョになりたいな。ペッパはチョウチョになりきっています。私はチョウチョよ。ジョージも真似をします。ジョージ、チョウチョは私なの。ジョージは違う生き物になったよ。わかった、ジョージはくねくねのミミズさんね。見て見て、私はチョウチョなの。おやおや、ジョージはミミズにはなりたくないようです。チョウチョになりたいのです。ジョージ、グランパはな、小さい頃ミミズになって遊ぶのが大好きだったんだよ。ミミズになるのは簡単だ。じゃあやってみせよう。まずこうやって地面の上に寝転がるだろう。あとはくねくね進むんだ。あははは、ほら、くねくねのミミズだぞ。ジョージとグランパはミミズになって大はしゃぎです。私はチョウチョ、かわいいチョウチョだもん。見て見て、私チョウチョなの。ああ、ペッパ、とても綺麗なチョウチョだな。グランパ、ジョージ、何やってるの？ジョージとわしはくねくねのミミズなんだ。私もくねくねのミミズになる。私はミミズ。グランパはミミズ。私はミミズ。
くねくねみんみずよろしくね、大好きくねくねのみんみず。おいしい。これはマミーピックの分。すごい。まだまだ、もうちょっと高く放り上げなきゃ。次はダディピックの分だから、どうやればいいのかやってみせてちょうだい。うん、とってもおいしい。みんなよく見てろよ。パンケーキをひっくり返すときは高く放り上げるのがコツだ。1、2の3、それ。ダディったら、あ、ちょっと高すぎたみたいだね。あら、まあ大変、最後のパンケーキだったのに。取ればいいんだろ、取れば。おやおや、パンケーキに手が届きません。大丈夫よ、ダディピッグ、私たちが取ってあげる。さあ、2階に行きましょう。こっちよ。一体何をするつもりなのでしょう。じゃあいい？1、2の3でみんな一緒に飛び跳ねるわよ。1、2の3、ジャンプ。何をやってるんだろう。大成功、パンケーキが落ちてきました。ダディの顔になってるよ。ダディピッグ、シロップかける？ああ、頼むよ。1、2の3、それ。では最初はドゥミプリエからね。ドゥミプリエよ。次はちょっと飛びます、プティジュテよ。優雅に美しく飛ぶのよ、プティジュテ。優雅に美しく。プティジュテよ。優雅に美しく飛びましょう。バレエのレッスンはとっても楽しいようです。では両手を上げて、美しい白鳥になった気持ちでね。皆さん、白鳥ってどんな音を出すと思う？ねえ、にゃお、ねえ、まあ、ねえ、ねえ、優雅に美しく。ペッパは踊るのが大好き、みんな踊るのが大好きです。マミー、マミー、白鳥になって踊ったんだよ。ペッパはとっても上手でしたよ。そう、私優雅に美しく踊ったの。それは素敵ね。どんな風に踊ったか見せてあげる。お家に帰ってからね、マミーだけじゃなくてダディピッグとジョージにも見せてあげて。バイバイ。ペッパとマミーが帰ってきました。ダディ、ジョージ、私がみんなにバレエを教えてあげる。大丈夫だよ、ペッパ。ダディが助けに行ってくる。じゃあ急いで、ダディピック。今にも雨が降り出しそう。嵐のことならよくわかってるよ。まだしばらくは降らない。ほら、やっぱりまだ当分雨は降らない。
テディかわいそう、びしょびしょになっちゃった。ほんとかわいそうね、乾かしてあげましょう。テディかわいそう。もう大丈夫、乾いたわよ。あ、くせ、ダディはかわいそうじゃないのか。すっかりびしょ濡れだよ。あら、ごめんなさい、ダディピッグ。すぐ乾かしてあげる。はい、いいわよ、ダディピッグ。すっかり乾いたわ。お家の中にも雨が降ってる。床が濡れちゃうよ。大変。どうしましょう、ダディピッグ。心配ないよ。ダディピッグは床にバケツを置きました。さすがね、ダディピッグ。朝飯前だよ。なんだ。急いで、その下にも何か入れ物を置きましょう。えらいぞ、ペッパー。朝飯前だよ。マミ、今の雷すっごい音だった。二人とも怖がらなくても大丈夫だよ。光ってから音がするまで数を数えましょう。数がたくさんなほど雷が遠くへ行ってるってことだ。1、2、3。ペッパーは想像してみました。おいしかった。他に何かいりますか、クイーンペッパ。そうね、ケーキのおかわりを。はい、ただいま。さあ、ほら行くぞ。ちょっと待って。ダディ、私はクイーンよ。お辞儀をしてからお話ししてね。ああ、これは失礼いたしました、クイーン。何をしてる人。あなたのダディです。ふん、それ面白そうね。はい、とっても面白いですよ。で、このお部屋は何。ここはなんとダイナソーの部屋だよ。ダイナソーの部屋。ジョージ、ダイナソーの部屋だって。ダイナソー。ダイナソーはどこにいるの。この部屋のどこかにいるよ。見えないみたい。すっごくちっちゃいのかな。それがね、ペッパー、ものすごく大きいんだ。うわ、すごいだろう。これは本物のダイナソーの骨なんだよ。ダイナソーガー。ジョージはダイナソーになった自分を想像しました。ガーガーキャー。ダイナソーが来る、助けて助けて。ガーこのダイナソーのお部屋はジョージの一番のお気に入りね。私のお気に入りはキングとクイーンのお部屋だよ。どうやらダディピッグもお気に入りのお部屋を見つけたみたいよ。それってどんなお部屋なの。ケーキが食べられるお部屋よ。ダディピッグのお気に入りは館内にあるカフェです。どちら様。ジョージ。はい、どちら様。マミーピッグよ、私も入れてもらえるかしら。うん、それじゃあ秘密の合言葉を言って入れたら入ってもいいよ。わかったわ。で、秘密の合言葉って何なの。それはちっちゃい声で教えてあげる。秘密の合言葉はね、ダディのお腹は超ビッグ。わかったわ。秘密の合言葉を言ってみて。ダディのお腹は超ビッグ。大当たり。ダディのお腹は超ビッグ。なんだかそれおかしな合言葉だな。マミ、ツリーハウスに入る前にトロンコの中口を脱いでね。もちろん。ダディもきっと入れるよ。秘密の合言葉を言ってみて。でも、別の合言葉にしてもらえないかな。ダメ。
じゃあ仕方ない、ダディのお腹は超ビッグ。大当たり。どうぞ入っていいよダディ、長靴は脱いでね。あ、ダメだな、ドアを通り抜けられない。ダディのお腹がビッグだからだよ。ああ、そうだ、ダディピッグも上からなら入れるぞ。ペッパ、ジョージ、マミーとダディ、みんなでツリーハウスに入りました。私このツリーハウス大好き、もう出たくなくなっちゃったよ。それはよかったわね。でもグランマのお家には来てくれないってこと？うん、行かなくていいや。こんにちはペッパ、気分はどうだい？具合が良くないの。舌を出して見せてごらん。大したことはないでしょう。ちょっとポツポツができただけです。私お薬飲むの？ポツポツはすぐに消えるよ。でも少しだけお薬をあげよう。飲めるかな？はい、お願いします。でもあまり美味しいものじゃないよ。お口を開けて。うわ、すっごく苦い。ペッパはちゃんとお薬を飲んで本当にお利口さんだ。しばらく寝かせておいてください。後でまたどんな様子か見に行きます。お友達を呼んでも？ええ、もちろん。映らないからお友達を呼んでもいいですよ。それでは。先生、ありがとうございました。マミー、もう起きてもいい？ペッパ、先生がしばらく寝ていなさいって言ってたでしょ。でも退屈なの。だけどお友達を呼んでもいいって言ってたわよ。じゃあスージーに来てもらってもいい？羊のスージーは一番のお友達です。スージーのママに電話するわね。めぇ。あら、ペッパのママ、スージーと話をしてもいい？もしもし、スージー。めぇ。もしもし、ペッパ。私具合が悪いの。顔に赤いプツプツができちゃった。お医者さんに見てもらった？うん、ドクターベアが来てくれたの。具合が悪いけど、お利口さんだって言われたよ。じゃあ本当に病気なの？うん、そう。ごっこじゃないんだよ。だから寝てないといけないの。それでね、ドクターベアがくれたお薬、すっごく苦かったんだ。すぐお見舞いに行くね。ねえ。看護師さんの格好で行くね。スージーがペッパのお見舞いに来ました。スージーは看護師さんのお洋服を着ています。犬のダニーとウサギのレベッカも一緒です。ペッパとジョージは泥んこの水たまりが大好き。ねえジョージ、お家に戻ってダディに見せよう。こりゃびっくりだ。ダディ、ダディ、私たち何してたと思う？さあ、なんだろう。テレビを見ていたのかな？違うよダディ。お風呂に入ってきたのかな？違う違う。わかったぞ。ドロンコの水たまりに飛び込んだんだな。そうやダディ。ドロンコの水たまりに飛び込んだの。そうか。二人とも泥だらけだ。あ。大丈夫だよ。ただのドロンコだ。マミーに見つかる前にきれいにしておこうね。ねえダディ、ちゃんときれいにしたらダディとマミーも一緒に遊んでくれる？ああ、一緒にお庭で遊ぼう。ペッパとジョージは長靴を履いています。マミーとダディも長靴を履いています。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。あら、ダディったら泥だらけになっちゃった。多分泥んこだよ。トンテイさんって何？
探偵さんっていうのは人や物を探すのが上手なすごい人なんだよ。私物を探すの上手よ。よし、じゃあペッパが探偵さんだ。ジョージ、私が探偵さんになってダイナソーを見つけてあげるからね。それじゃ探偵さん、まずはジョージに質問をしてみたら。ジョージ、ダイナソーはどこにいるの？ジョージにはそれがわからないのです。どこにいそうか考えるのが探偵さんの役目だよ。わかった、私どこにいるかわかったジョージいつもダイナソーと一緒に風呂に入るでしょ。だからきっとダイナソーはこの中よ。お風呂にダイナソーはいません。あれ、わかった、ダイナソーはきっとあそこにいるよジョージはいつもダイナソーと同じベッドで一緒に眠るでしょ。だからきっとこの中にいるわよ。ダイナソーはジョージのベッドにもいません。あれ、それじゃあみんなでお庭を探してみましょう。そうだよ、お庭だ。私もそう言おうと思ってたの。もうダイナソーどこ行っちゃったの？ダイナソーはなかなか見つかりません。はあ、ダイナソーどこにもいないみたい。ジョージ、ダイナソーを放り投げて遊ぶのが好きだろ？じゃあ今日はいつもよりちょっと高く投げちゃったんじゃないのかな？あそこにいた、ダイナソー。私が先に見つけたのよ。よくやったね、ペッパ。ペッパはとてもいい探偵さんだ。1、2、3、4。じゃあそれをカートに入れて。トマトあった。えらいぞ、ペッパ。トマト、一つ目のお買い物は終わりだ。次は何だったかな？スパゲッティ、ピーゲッティ。そうだね、ジョージ。でももう一度言ってごらん。スパゲッティ、ピーゲッティ。スパゲッティはペッパとジョージの大好物です。さて、スパゲッティはどこかな？あそこにあるよ。こっちよ、スパゲッティ。ほら、マミー、スパゲッティがあった。よく見つけたわね。じゃあそれをカートに入れて。はい、マミー。ピーゲッティジョージ、違うよ、スパゲッティだよ。ピーゲッティペッパ、次に買うものは何？ポテトチップス。ポテトチップスは書いてないよ。ポテトチップスはお家にあるでしょ。もう一度当ててごらん。ダメだ、思い出せない。ジョージは覚えてる？ダイナソー。ダイナソー。ジョージ、ダイナソーはスーパーには売ってないのよ違うよ、ジョージ。次に買うものは玉ねぎだ。玉ねぎ、そうだった、思い出した、ここにあるよよくできました。1、2、3、4玉ねぎ、よしいいぞ。あと少しでお買い物は終わりだな。残っているのは一つだけね。鉢植え？書いてあったかな？違うよ、ジョージ。もう一つのお買い物はフルーツだ。いいのよ、ジョージ。あなたがフルーツを選んで。フルーツはどこかしら？あっちよ。ダディ、ペッパ、ジョージがリビングを飾りつけます。うわ楽しいね。グランマピックとグランパピックがお祝いにやってきました。お誕生日おめでとう、マミーピッグ。中に入らないの？入れないんです。ペッパたちが私に内緒で何か用意してくれてるの。まあ楽しみね。それじゃあ後で。はい。マミ、もう家の中に入りたい？入りたいわ。じゃあ目をつぶって。まだ開けちゃダメだからね
ワン、ツー、スリー。さあ、目を開けて。お誕生日おめでとう、ママピッグ。なんて素敵なサプライズなの。さあ、キャンドルを吹き消して、願い事をしてね。マミマミ、プレゼント開けて。ねえ、なんだと思う。さあ、何かしら。早く開けてみて。まあ、なんて素敵なワンピース。うわ、とっても綺麗だよ、マミ。それを着ていく場所も用意してあるよ。これは何？お芝居のチケットだよ、今夜の。ありがとう。マミーピックはお芝居が大好きなのです。子供たちはグランマとわしが見てるから安心して行っておいで。ほんと最高のお誕生日。私は世界で一番ハッピーなマミーだわ。それに世界一綺麗だ。頭をなでながらお腹をさするの。オッケー、これでしゃっくりが止まるわ。ペッパのやり方ではしゃっくりは止まらないようです。ジョージ、そんなやり方じゃダメだよ。私もっといい止め方知ってる。いい？最初に3回ジャンプするの。片足でね。そしたら腕をバタバタしながら思いっきりベロを出すの。今度は目を閉じて急いでぐるぐる回るの。3回ね。このやり方でもジョージのしゃっくりは止まりませんでした。わかった。しゃっくりを止めたいときはその子をびっくりさせればいいのよ。ジョージ、びっくりさせてあげるね。でも覚えておいて、これはしゃっくりを止めるための遊びだからね。わかった？これは本気じゃないんだからね。ペッパ、ジョージを怖がらせちゃダメでしょう。まだ小さいのよ。ごめんなさい。私、ジョージのしゃっくりを止めたかったの。ジョージのしゃっくりが止まりました。ダディピッグがジュースを持ってきてくれました。ジョージ、そんなに急いで飲むとまたしゃっくりが出るわよ。私はジョージよりお姉ちゃんだから、急いで飲んだって大丈夫だもんね。よ、いいぞ、キャプテンジョージ。この地図わかんない。ダディ、手伝って。任せなさい、地図を見るのは得意なんだ。あ、これは難しいな。ダディピッグ、それじゃダメよ。上と下が逆さま。そうだと思ったよ。なんだ、簡単。赤いバツ印のところに宝物があるのね。でもリンゴの木が2本ある場所はどこだろう。わかんない。ヒントが欲しい？欲しい欲しい。一つ目のヒントは瓶の中よ。さて、瓶はどこかしら。あそこにあるよ。一つ目のヒントを発見。瓶の中に入っています。ねえねえ、見て、瓶を見つけたよ。すごいぞ、ペッパー。どれどれ、なんだって。おお、これは海賊からのメッセージだ。マミ、海賊からのメッセージ読んで。この海賊の字読みにくいわね。いや、なかなか味のあるいい字じゃないか。なんて書いてあるのか読めないわ。いや、はっきり読めるだろ。矢印をたどれって。矢印をたどれ。ジョージが2つ目のヒントを発見。小枝でできた矢印です。見て、あっちにもある。
矢印をたどって進んでいきます。見て、ジョージ、鍵だよ。ペッパが次のヒントを見つけました。鍵です。やったわね、ペッパ。あとは宝箱を見つけ出してその鍵で開けるだけよ。だけどもうヒントがない。地図をもう一度よく見てごらんなさい。見て、ペッパ、リンゴの木が2本並んでるでしょ。これリンゴの木だ。これもリンゴの木。すごい。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。ほら、木があるわよ。タコが引っかかってる。大変。大丈夫さ、そんなヘマはしないよ。おやおや、タコが木に引っかかってしまいました。まいったな。大丈夫よ、ジョージ、ダディがタコを取ってくれるわ。わーい。あー、そうだね。また、ドロンコの水たまりだ。ペッパたちはドロンコの水たまりが大好き。飛び込んでもいい？お願い。ダメよ、泥だらけになっちゃうでしょ。二人とも下がってて。気をつけてね、ダディピック。大丈夫、任せといて。落ちないでね。もうちょっとだよ、ダディ。ダディピッグ、重すぎるから枝が折れちゃう。平気だよ、ダディはそんなに重くないんだよ。ほら、やった。ダディピッグがタコをつかみました。おやおや、みんな泥だらけ。ただの泥んこだよ。ダディピックに怪我はないようです。無事にタコも取り戻しました。やったマミ、もう泥んこの水たまりに飛び込んでいい？そうね、いいわよ、もう泥だらけだものね。ペッパとジョージはアヒルにパンをあげるのが大好き。マミ、アヒルさんがもっと欲しいって。パンはもう残ってないの。もうたくさんあげたでしょ。ごめんね、アヒルさん。もうパンはおしまい。アヒルはまだ食べたいようです。ダディピッグは運動しそうにないわね。なんだ？おねだりに来たの？もうパンはないわ、ペッパが言ったでしょ。マミ、でもストロベリーケーキがあるよ。それじゃあ、もしケーキが余ったらアヒルさんにあげましょう。みんなマミピッグのストロベリーケーキが大好きです。あ、ハチよ、ハチって大っ嫌い。シッシッ。大げさだな、マミピッグは。ちっちゃいハチじゃないか。ハチって、じっとして、マミピッグ。そうすれば飛んでいく。ほら、言った通りだろ、じっとしてればいいんだよ。なんだ、あっち行け。来るな。ああ、助けて。ああ、来るなって、ついてくるなよ。ダディ、ハチに刺されないといいけど。あっち行けって、しつこいハチめ。大丈夫、あれだけ速く走ればハチは追いつけないわよ。ハチが戻ってくる前にケーキ食べちゃおうよ。どうしよう、アヒルさんの分がなくなっちゃった。もうついてこないだろ。あら、まあ、あなたさっき後で走るって言ってたけど、本当に走るとは思わなかったわ。よかったよ、これでようやくストロベリーケーキを食べられる。待って、ダディ、残りをアヒルさんにあげる約束なの。ああ、よかったね、アヒルさん。
マミーピッグとペッパはミスラビットのお店に来ました。どうもミスラビット。あら、いらっしゃい。今日はペッパの新しい靴を買いに来たの。赤い靴。素敵な靴を選んであげるわね、ペッパ。赤いのがいい。お願い。そうよね、赤い靴。うわぁ、赤い靴。ジョージとダディピックがゲームをしています。おお、やるな、ジョージ。ダディダディ見て、新しい靴、赤いの。本当だ、赤い靴だね。マミ、この靴気に入った？ペッパ、とってもよく似合ってるわよ。ジョージ、この靴気に入った？みんな新しい靴が気に入りました。私この靴大好き。もう何があっても脱がないんだ。お風呂の時間です。ペッパはお風呂の中でも新しい靴を履いています。パジャマに着替えてもまだ新しい靴を履いています。ペッパはベッドの中でも靴を脱ごうとしません。ペッパ、本当に靴を履いたまま寝るつもり？私この靴絶対に脱ぎたくないの。わかったわ、2人ともおやすみなさい。おやすみ、マミン。おやすみ、ダディ。ああ、おやすみ、ペッパにジョージ。一晩中雨が降ったので庭はびっしょり濡れています。長靴を履いたマミーピッグとダディーピッグが出てきました。ジョージも長靴を履いています。ペッパはまだ新しい靴を履いています。